前回のあらすじ。美しいぞ、とてつもなく。そして物語は続いていく。ニーニャの店。なんかまたあれだな、謎の未開の地へ。では結構さっきのあっさり知ったな。迷金層の池。何これ、なんとかミステリーサークルみたいな。ニーナの店ってことあるか、そんなに。ここは一体どこだろう。すぐ見つかるんじゃねえか。なんだこれ、わけわかんねえな。謎だ、謎だ。お、何これ、装置みたいだ。なんか埋め込めばいいのか。さっきなんか鉱石がなんたらかんだとか言ったよな。それに関係するのかな。うわー、何これ、うわ、マッシュキングじゃねえか、つけやがって。これなんだ、なんブーメラン、なんか色変わってねえ。なんかついに血に染まり始めたか。お、なんか押しちゃったよ。何が変わったんだ、なんか制限時間的なあれか。あ、隠し扉みたいな、隠し扉っつうか、なんだ何これ。この白い物体についていけと。いや関係ないか。おー、広いな、またこの謎の空間よ。どっから行けばいい、これ落ちれない、落ちれそうだよね。落ちてもいいけど、まあ、とりあえず道なりに行ってみるか。はいはい、また謎のとこ来てしまったな。なんか食らってないか、今なんか赤くなったよな。何ここ、あれ敵だった。さあ気力を回復させてくれ。これなんだ、なんかありそうだけどね。ん、なんか怪しいね。またスイッチあるぞ。これ入り口じゃね、もしかして。入り口じゃねえよな。あれ違うか、そうだよな、違うよな。なんだあのさっきのスイッチは。あれ、いけないかな。じゃああれか、戻るしかないか。戻ってさっきのとこ行ってみるか、じゃあ。真ん中の謎のところに行って。あ、そこから降りるんじゃん。ここジャンプできないの、こうやって。ピョーンって行けたし、痛いし。めっちゃ食らったし。これは攻撃できるのか。これ何、触ってみる。ん、ジャンプできるのか。なんだこれ、穴があそこあるよ。おお、なんかあるぞ、なんかいろいろある。白い傘、無害な傘、上乗ればジャンプできる。はあ、毒の傘、明かりに弱い、森を抜ければ魔女の店。森を抜け、ああやっぱこれダンジョンか、抜けなきゃいけないんだね。あれ、いけねえ。ん、なんだあれ、あっちにもなんかあるな。これ邪魔だな。あー、痛い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 。あれ動けないぞ。あれ動かして、俺をこっから逃がしてくれ。逃がしてくれ、俺をこっから。ちょっと待ってくれ。抜けられなくなったぞ。どうなってんの、抜ける。おー、痛い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 。マップ。とりあえずマップ見るか。うわー、複雑だな。これどこだ、ここ。真ん中あたりかな。まあ適当に行ってみよう。あ、なんだこれ、月の記号は記してある。月の記号、なんかあれかな、なんか集めなきゃいけんのか。ここ行ってないよな。で、あれ乗ればジャンプできる、ジャンプできるのかね。上に行けんのかな、これ。行けなくねえか。動いてる、ダメだな、よくわからん。こっちにもなんかあるね。あ、おい、バイバイ。ここにも行けるね。これなんだ、なんだこれは。電源石、これあれじゃないか、入り口のあそこでなんか使えるんじゃないか、さっきの。そのままこっち行ってみようか。なんか入り口のさっきよくわかんねえ、なんか緑の物体があったところにはめ込むみたいな、そういう類のものじゃないか。広いね。わけわからんな、このキノコの森は。あれ、ジャンプしていく感じか、もしかして。おい、
うわぁ、どうすればいいのこれは。どうすればいいの。いけない。ちょっと待って、こっち行ってみるか。ほい。はい、いった。これ気持ち悪くなりそうだな。ほい、お、あ、取った。月の衣装手に入れた。これさっきの月のところあるじゃないか。はめ込めばもしかしたら道開けるかも。これでもう大体揃った気がするな。クリアに必要なものっていうか。で、とりあえず戻るか。戻って。この間のメメゾウと戦った場所に比べたらなんか割とあれだな。さっきのとこも、メイケンソウも、割と簡単なんじゃないか。割とサクサクいってる気がするけど。これをさ、使うんじゃね？はまった。で？おぉ。あ、どっか行っちゃった。すげえ、こいつら何なんだ一体。キノコ軍団はどっか行っちゃったね。どっか行ってしまわれた。あの上怪しいな。で、どっから来たんだっけ。てかあいつらどこ行った。そもそもこっち行った。わかんねえよ。とりあえず入り口戻るか。ここまだ行ってないか。わけわかんねえな。とりあえず入り口に戻りたいの俺は。はん？ああ、戻った。オッケー。ここだ。多分これで使えるはず。どうだ。あ、これでさ、あれじゃねえ、なんかさ、レバー押したらさ、なんかできるようになるんじゃないの。ほらー。ああ、そういうことは、なんか明かりに弱い。あ、そういうことが、なんかさっき言ったなんか。なるほど。でもこれとこになんか意味なくねえか。クリアに必要なのかね。とりあえずこれで OK だろ。もう一個あったよな。もう一個でも一応やってみるか。明かりつけたらまだ何か変わるかもしれんけど。これ、ここだっけ？あ、ここか。でもここあれないよね。紫のキノコ。なんか出てくるのかな、お宝が。ん？何これ？ライブか？これライブ会場か、ここは。なんかそれっぽいよな、なんか。なるほど、そういうあれか。そういう類のものだったのか。よし。行こうぜ。どこまでも。キノコどこ行ったの、さっきの。多分下かな？あ？これ関係ないか。あそこ行きたいよね。あそこだと行けばいいんだろう。あ、これどっかから乗っていけんじゃね。あ、いける、こっからだ。なるほど。ほっ。これ気持ち悪いよな。はい。よし、行けたかな。ここ、なんかいい怪しいね。あ、ここ入れないのかな。こっちから行けんのかな。裏から。わお。ん？あ、電源石やったおかげで多分ここ通れるようになるはず。あれ？何も反応がない。嘘。なんでだ。なぜだね。ん？ここじゃあれか。まだ行けないところか。無理やり突破できないのかな。上に乗っかってきてるじゃねえか、これ。燃やせよ。ついでにこの森全部燃やしてよ。はぁ？あ、でもむしろここのやついなくなってねえか。さあ、私は一体どこに行けばいいの？完全、綺麗なマッシュアングラーじゃねえか、うち。ここなんかあんじゃねえか。ここなんか怪しいよな。このライブ会場。入っている。スイッチ入って、これ何すんの？ここ一体。ここ何のための穴だったの？一体。そこだよね。なんかあんのかな。なんか、これ持っていけないかな。これを。この、電気スタンド。乗れるこれ。乗ってみる。おー、乗ったぞ。乗った子どこ。あ？あ？あれ？いけるこれ。いける？頑張っていこうぜ。
頑張っていこう、頑張っていこう、頑張っていこう、頑張っていこう。あ、あ、はい、はい。なんかいけそうだぞ。いけるよ、いけん。なかったよ。ポーン。ポーン。はい、ポーン。これでさ、この、乗ろうぜ。あ、こうやっていこうね。なるほど。はい、あ、落ちた、落ちた、落ちた。落ちたよ。で、お、で、お、電源ついたんじゃね、これで。おわい？あ、いける？あ、そうか、ここ出れるのか。で、ここなんかある。おい。落ちた。これ先進めるんじゃないか、これで。あー、死ぬ。その前に死んでしまう。よし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 。これで。これでもしかしたら、さっきあの、レバーつかなかったとこがつくかもしれない。ほい。ほい。ほい。よーし。今こそ開け扉よ。どうだ、お、行ったんじゃね、行ったんじゃね。おー、さらばだ。行ってし、食らったな。マッシュキングの最後のあの木を食らってしまった。あー、なんもない、なんもなし。あれ、これあれじゃね、店か。ここに何もなさそうだね。なんか浮いてるね。もう綺麗だな。こっちも生のフィッシュ。入ろう。よーし。いらっしゃい。何を求めで？あの、ニーニャさんですよね。あら、そういえばあなた、あの町で。どうしてここに？いや、実は、その…というわけで…わかったわ。ラピュタを羽化させれば、元の世界に帰れるかもしれないのね。ところで、森でブレガラットに会わなかった？あ、葉っぱだらけの人に会いましたよ。それがブレガラットよ。彼は森の賢者なの。話をすれば、何か役立つ情報をくれるかもしれないわ。でも、何を言ってるのかちっともわからなかったな。ブレガラットの言葉は、私たちみたいな魔法使いじゃないと聞き取れないでしょうね。で、その地図をちょっと貸して。これに必要な鉱石とラピュタの卵がある場所を記しておくわね。はい。あなたの世界から取り戻した低級シンセスタは、ノナ君に預けてあるわ。彼も魔法使いなの。この先の丘の上の家に住んでいるのよ。じゃあ僕、そのノナって人の家に行ってみます。じゃあ、これあげるわ。これがエアシップのエネルギーになるの。この先またエネルギーが切れたら、同じものを探せばいいわ。ありがとうございます。ノナ君とあなた、気が合いそうだわ。私も鉱石を探しに行くわね。エアシップってあれなんだ。小型サイズなんだ。へえ、すげえ便利だな。持ち運び自由なのか。